どうもよろしくお願いします。たしのみやです。それではですね、本日は、浮気、僕の彼女は浮気なんかしないの続きをやっていきます。で、今日はどこに行くの？俺たちはショッピングモール A4 に着いてから言うのもあれだけど、もっと他になかったの？何それ、その発想はなかった。あ、文句あんならはっきりどうぞ。何これ、喧嘩始まったんだけど。俺たちは A4 の最上階にある映画館フロアへやってきた。ペリカワ演じる魔性の女、すごいタイトルの映画来た。あー、もういいからトイレ行こいよ。何、唐突に喧嘩しまくるじゃん。俺もちょっと外に出て目を覚ましてくるか。外に出ると遠目に彼女が見えた。こっちに向かって歩いてきてるし、もう戻ってくるつもりだったのかもね。ただ、彼女のいる場所、教室と反対方向なんだよな。彼女。まさかの、化粧室とは反対側から現れる。どういうことだ？映画館を出ると、すでに18時を回っていた。俺くん、今日ここで解散でいい？この後どうするかなんて、もちろん考えてなかった。そうだな。特にやることもないのに、引き止めるのもなんかおかしい。結局、ギャルの言う気をつけるの意味もわからなかったしな。わからなかったのか。いいのかな、これ。大丈夫？何？どういうこと？なんか演出入ったけど。ある一日一緒にいてみな。気をつけなって意味、わかるかもしれないよ。ある一日か。ああね、ここで逃がすなってことか。ねえ、俺くん聞いてる？まあ、丸一日いたようなもんだろう。いいの？それ逃がしちゃうけどいいの？私も行くね、用事あるし。解散、用事。でも、彼女の一日はまだ終わらない。無視しないでよ、もういい。じゃあね。どうすんのこれ。次はもっと楽しめるデート考えとく。解散って。逃がしちゃダメで。多分。とりあえず解散ってでいいかな。解散って、帰るんじゃないんだ。ほう。なぜか、彼女の背中に声を投げかけていた。彼女が何をしようと考えない。それが、俺のスタンスのはずだった。かおりくん、私のこと気になるんだ。唐突に可愛いムーブするじゃん。私のこと気になるんだって。まあ、私用事あるから、俺くんとは帰れないの。なんか可愛いムーブしたと思ったら唐突に、なんか、誰に会いに行くんだ、そっちのおかしい。今日、楽しそうじゃなかったね。そうかな。そうだよ。アイオンに着いたばかりの時、前はあんなこと言わなかったよな。ていうかさ、アタックポイント今回長くない？ 5 個もあるの？それは、俺くんだって服の好みとか変わったりするでしょ？お店だって、おしゃれなところに行きたかったんだもん。自分から言ってくれー。そういうのをね、なんかサイレントで求めてくるのは良くないよ。っていうか、今日の感想なら後で LINE で話してあげるから。いや、話してあげるからとか、何それ。待て、まだ終わってない。どっちだろう。どっち？映画館でいなくなったよな。よし、いけたっぽい。お前、あんなに見たがってたくせに、ほとんど見てないよな。それは、そう、面白そうだと思ってみたら、つまらなかった。よくあることじゃん？最初は面白そうって思ったけど、無理だったの。本当に、本心だろうか。他に目的があったんじゃね？映画のタイトル。わかんない。他の目的。
森くん、まさか根拠もなしにそんなこと言ってるわけじゃないよね。根拠。あるにしないと話進まなくない？わかんない。あ、よし、いいんだ。あれだ、逆方向から来たってやつだね。お前が上映中にいなくなった時、俺も外に出たんだ。彼女の顔色が明らかに変わった。これ、僕らが見たのは帰ってくる彼女だけだけど、その間に絶対男と会ってるね。うん。絶対何かを隠してる。外に出たらお前、化粧室とは反対方向にいたけど。これは、この手応えは確かに感じていた。けれど、俺が見ているのはここまでだ。きっと、ここが正念場だ。どうする俺。本当のことを言ってくれ。俺見ちゃったんだよ。本当のことを言ってくれ。ここは嘘つかなきゃダメなのか。俺は彼女の目を真剣に見つめていた。本当のこと言ってくれないか。俺は、もしお前が、でもミスったってなってたよね。うん。俺は、もしお前が俺を放って何かしてたとしても怒らないから。なんだ。あ、これ、こいつ、見られてないこと気づいたぞ。見られてないことに気づいて、ちょっと調子乗った今、多分。うん。俺くん、私、確かに映画館フロアから出たよ。でもね、ちょっと気分が悪くなってて、明るい場所に行きたかったんだ。信じていいのか？嘘に見えるかな？見えるわ、アホ。嘘でしょ。明らかに嘘でしょ。なんで騙されるの？疑ったところで、今の俺にはこれ以上の情報がなかった。ああ、そういうことなら。じゃあ、この話はもうおしまい。森くん。悪いけど私、急がないといけないから。ああ、じゃあ、またな。うん、バイバーイ。逃げられた。逃げられちゃって。何これ。ちょっと待って、どういうこと？あ、そうだよね、そうだね。うん、わかった。そっか、ここがエンドに行くはずだったのがこっちに行っちゃったんだ。とりあえず、帰るか。帰っちゃった？なんだこれ。あ、なんか見つけたよ、でも。なんか。失敗したっぽいのになんか、証拠品もらったんじゃないこれ。給与支払い明細書、彼女。イッサ、バード刑事。バード刑事ね。うん。労働時間45時間で、1日3時間。時給1000円だって。よし。彼女のバイト先の給料明細だ、みたいだな。喫茶店、バード刑事。あれ？この喫茶店って。あ、ここだ。うん。やっぱここに、どうなんだろう？彼氏がいたから、じゃなくて。いや、違うよね、多分。バイト先に彼氏がいるんだな。うん。今、一瞬なんか、バイト先だから嫌なだけだったのか、とか言おうとしたけど、そんなことないよね、普通に。バイト先に彼氏作ってるんだな。うん。よし。ギャルからの連絡だ。私の言った意味、わかった？彼女に気をつけろって意味か？怪しいよね。怪しいんだけど、怪しいけど分かんなかったんだよな。分かんなかったって言うべきかな。分かんなかったにする？分かんなかった。教えてくれるかな？どうなんだろう。うん。いや、それは分からなかった。だから教えてよ。おいおい、マジかよ。何も収穫なかった？呆れられただけかも。あー、ギャルの好感度下がった。これちょっと、後でやり直そう。うん。よし。彼女、自分のバイト先に俺が関わるのが嫌なんだろうな。それは分かった気がする。よし。じゃあ、それを探ろう。ちょっと待って。彼女じゃなくて、ギャルが来た。ギャルが来た。
え、あんたが言ったんじゃん。A4 に来てるって。ああ、まあ、言ったけど。買い物くらい来るよ。そしたら、あんたが寂しそうに一人で突っ立ってたからさ。寂しくない。ギャル、めっちゃいいやつ。わかんないけど。え、あんたの彼女、浮気してるかも。ああ、ここで、え、ここでかなり確信についてきたね。白黒つけよ。このまま、灰色な毎日過ごすの？どういうことだよ。彼女のこと、尾行しようって言ってんの。ワクワクすんじゃん？ああ、アホらしい。行かないからな。あーねー。浮気せたら、ショック？ん？違う、そんなんじゃない。じゃ、何も困ることないじゃん。明日、付き合いな。わかった、わかった、付き合ってやれ。もう行くのは構わない。こいつのことだ。きっとしつこい。ただ、言っとくけど。俺の彼女は浮気なんかしない。え、ここでタイトルが来るんだ。なんかちょっと熱い展開になってきたんじゃない？これ。ということで、どうだ？これで終わりかな？この日は。うん。そうだね、デイ6になるから。じゃあ、とりあえず証拠集めれなかったかな？どうなんだろう？証拠でも、なんだっけ？給与明細もらったよね？給与明細はでも証拠になってないんだ。あ、じゃあやっぱちゃんとあれ、勝たなきゃいけないんだね。ちょっと戻って、さっきのバトルだけちょっとやり直します。うん。かなり戻らなきゃいけなくない？うん、あ、ここか。よし。ちょっとバトルやり直して、証拠品だけ回収して終わりにしようと思います。うん。よし。ということで、最後の質問に戻ってきました。うん。さあ、こっからが正念場だ。どうする俺。ということで、俺見ちゃったんだよ。よし。アタックターンクリア。うん。違う。お前が。もう、言わなくていい。それ誤解だから。俺くんが見たのは誤解。あれは、たまたま近くに友達が来てたから。これ完全に浮気ですね。わかりまーす。うん。来てたから？ごめんね。ちょっと、お話ししてただけなの。そうなんだ。へぇー。鎌かけてみるもんだな。え？俺は、お前が化粧室と反対方向に行ったところしか見てない。そうか、お前。俺以外のやつと会ってたのか。え、バラしちゃうの？え、これバラしたらさ、こいつまた調子乗るよ？ちょっとやめよう。バラさずにもうちょっとさ、ちゃんと聞いた方がよかったんじゃない？え、本当に、そこしか見てないの？あ、こいつ、やっぱ調子乗った。うん。ひどい。ひどいのはどっちだよ。嘘ついたお前だろ。そうだね。私、ひどい女の子だ。うざい。あ、もうまたすぐ泣く。もうやだー。嘘、もう、私のこと嫌いになったよね。これからもこんなんじゃ。もうしないよ。女友達でも、俺くんがこんな嫉妬するなんて思わなかった。いやー、これはうまいですね。これはうまいなー。だって自然にね、言い訳とかじゃなくて、女友達だったからとかじゃなくて、いや、女友達にこんな嫉妬するなんて思わなかったなーって、こういうことで、見られてないんだったら、女ってことにできるやーって。いや、調子乗りやがって、こいつー。は？私、女の子のお友達にやってたんだよ。男じゃないのか。騙されるなー。騙されるな、俺くん。バカ、俺くんとデートしてるのに、男と会うわけないじゃん。なんだ、てっきり俺は。いいの、私が悪い。うん、悪いよ、お前が。彼女は弱い力で俺の手を握った。不安にさせて、ごめんね。
いやもう、嘘。もう、にゃー、もう、こいつ。そうか。いや、それなら、いいんだ。いいんだ。俺も疑いすぎた。じゃあ、よじって。うん。その、仲間たちと会うつもりだったんだけど、いいの。俺くんと帰る。そうか。なら、一緒に帰ろう。うん。そう言って、彼女は俺の腕に腕を絡ませてきた。なんだか、彼女の全てを許せるくらい気分が良かった。こんなに俺を思ってくれていたなんて、俺もちょっと心が狭かったかもな。そして、俺たちは肩を並べて、ライオンを後にした。俺くん、ここで大丈夫だよ。ああ。次はもっと楽しめるようなプラン考えとくわ。嬉しい。おやすみなさい、俺くん。そう言って、彼女が俺に抱きついてきた。あ、もうすぐ電車来ちゃう。じゃあね。なんだよ、抱きついてきたりして。まだ電車が来るまで時間があるな。そう思い、ベンチに腰掛けようとした時だ。あれ？なんだこれ、プレゼントっぽいけど。そういえば、こんな友ですか？あったって言ってたし、もらったのかもしれないな。今度会った時に渡しておくか。俺は小さな小箱をポケットに押し込み、ケージへと向かった。小箱を手に入れました。いやー、証拠品ゲットしたけど、いやー、今回も俺くんはちょろかったなー。すぐ騙されるね、俺くんは、ほんとに。はい、ということで、今回はここで終わりにしたいと思います。とりあえずね、最後はこの画面で終わりになりましたけど、次回は、ギャルと一緒に明日尾行しようぜって言ってるところからなので、いやー、ついに次回彼女の浮気現場を抑えれるかもしれません。いや、ギャル、あいつ楽しんでるな、多分。いや、まあでもね、ギャルはいいやつっぽいからわかんないけど、ギャルと一緒に彼女の浮気を、ギャルと一緒にね、彼女の浮気を咎めていきたいと思います。では、今回はこんな感じでお疲れ様でした。またね。バイバーイ。